はい、今回もレッツゴイブイ続きやっていきたいと思います。トキワのジムですね。はあ、あ、特になんもないんだ。ジムバッジ7つ持ってるだけでいいんだ。結構なんかジムチャレンジっていうのが、まあ、最近のポケモンだとあるんですけど、結構序盤のジムはむずめだけど、結構最近、最後の方になると、結構挑戦権を得るための、なんか、ジムチャレンジって簡単になる傾向ありますよね。お、ニノキング。まあ、地面タイプか。じゃあ、技のデパート。さあ、こっちこっちプロスト、地面タイプには効率的抜群なんでね。やったね。お、急所か。あー、急所にこれなんだ。地震。おぉ。じゃあ電光石火でいいかな。いや、ね、イノキングは、特性は、鉄の、毒の棘なんですけど、まあ、ピカブイは、特性がないんで、そういう毒の棘とか気にせずに攻撃できますね。格闘とか使ってきたやな。あー、そこにいるのか。いや、怖い。やめて、ジムの意味で変わってくるよ。緑の地面入ってへんよ。まあ進化したら入るからいいってことか。じゃあ変えよ。ガラガラ。まあ、毒タイプなので、まあ地面タイプで半減できるんでね。毒ならないよ。オッケーオッケー。じゃあ骨ブーメラン。わーお、ドクドク、マジか。はいはい。ドクドクダメージ。サイフォーン変えようか。じゃあヤドラのちょっとレベル上げたいんでね。あ、ちなみに前回の動画で波乗り今回限定って言ってたんですけど、そのままにしてます。まあ普通に覚えさせて忘れをしております。はい、 OK。はい、ありがとうございました。でも、いい顔してんだよな。ジムトレーナーが油断すんな。まあ、確かに、美人だと思うんですけど。さあ、立ち方美しいのはコスチームだと思いますが。まあ、コチコチフロスト。まあ、ニノキングと比べると、攻撃面はそんなに高くないけど、防御が高めとなってますね。バカーン、格闘技ー、格闘技ー。そう。これで落ちるでしょ、多分。OK。じゃあよし。おお、どんどんレベル上がってくね。手が滑った。あー、関係ない関係ない。おお、なんかリーダー厳しめの人なのかな。まあ、あの人やけど、あの人やと思うねんけど。あー、なるほど、そうきたか。まあ確かにバテてはいる。
カズチさんよろしくお願いします。珍しい匂いですね。まあコチコチフロスト地震、あーどうだろう、耐えるかな、耐えた耐えた、これでどうだろう、落ちないか、まあでも次電光石火で落ちるかな。まあ40代後半が多いね、50を超えない感じで。次は台風か、じゃあヤドランで。じゃあ、波乗り、はい、オッケー、はい、ありがとうございました。まあ確かに厳しそうだ、最後ですね、かけらか、結構戻っちゃうよね。まあせっかくだからちょっと回復いこうか。はい、戻ってきました。こっち行ってみる？さあこっちで正解だったっぽいね。まあまあ、トレーナー倒してて経験値とかもらえたから。助かる。ちょっと助かるけど。サンドパン。はいはいはい。地面単タイプですね。こっちこっちフロストでいいでしょう。よっしゃ、ワンパン。オッケー。57、はい、ありがとうございました。あ、トレーナーも知らないの、マジかよ。よう知らない人についていこうと思うな。俺や無理やわ。いや、地面タイプや、格闘タイプちゃうや。どうしよっかな。交代、ラフレッシャーに交代して、まあちょっとダメージ食らっちゃうけど、メガドレインで回復っていう流れにしようか。下ダイブ4枚ダメージで、おう。ですよね。まあいい感じ。あ、チューしようかよ。マジか。メガドレイン。はい、これで回復。オッケー、まあちょっと残っちゃって、まあ許容範囲。はい、ありがとうございました。うん、そうかな、割と多そうやけど、実現できるかどうかと思うと、あっ高木じゃねえか、この野郎、何してやる。あは、はい、今に跳ねかけなかったな、ペルシアに。悪い顔してんな、おい。いつだったんや、そんで。おう。行くぜ。戦い、ジムネに変わってる。ダグトリオ。はいはいはい。イェイ。ラストバトルだ。コシコシクロスト、素早く負けてるよね。弱点重いからね。まあそんなに多くないか。まあでも、おお急所、エラー、
まあ、水草、まあ、ちょっと別のポケモンも使いたいからね。ミドキングね、ちょっとメガホーンを覚えてる可能性があって、だからちょっと、あれは出せないですよね。ヤドランは。でもガラガラでも弱点をつけるので、自信、ほう。割と食らうな。あー、一発で倒せないか。あ、キュート。次出せっかね。まあ、命中安定で炎パンチか。まあ、骨ブブラン命中100じゃないので、かなり外しにしよう。おー、危ね。はい。まあ、炎パンチは命中100なんで。サイドンか。じゃあ。サイドンヤドランでいいと思う。あ、でもサイドンも、メガホンを覚えてる可能性あるからな。どうだろう。まあいいや。で、50。波乗り。あー、ですよね、ですよね。うわー、マジか。ラフレッシーやと足取りしてもよかったな。まあ、ちょっとね、あれは、ヤドランは、でも経験値を入れてせんので、かけらを使います。自信、はいはいはい。多分、村井さん勝ってると思うけど、まあ、マックスでも多分、今の画面技量やと多分、もう一回自信は耐えると思う。けど、警察で勝ってたらよかったです。はいはいはい。ミドクイーン。どうだろう。次もやるから一曲。多分ミドクイーンは、多分あれ覚えなかったと思うんですよ。なんだ、メガホーン。なので、最近ですか、さっき。あ、髪切ること覚えてんの？マジか。あ、じゃ、耐えた。じゃあ、リズム変えるか。いやー、やっぱり技のデパートと呼ばれるだけあるな。はい、これは耐える。急所でこれだから、まあ余裕で耐えるでしょう。はいはい、こっちこっちフロスト。あ、こっちが早い。よっしゃ。さあ、手持ち4体なんだ。最後のジム戦、あー、ギリ耐え、やがったのか、マジか。でも、この感覚だと大健康結果で、終わりだ。いや、その急所さっき出してほしかったんだよな。まあ、結果論ですけど。はい、ありがとうございました。そうかな。そんなにやけど、はい。グリーンマッチ。さあ、これ全部手にいたぜ。よっしゃ。ありがとうございます。あ、どうもどうも。自信、おお、強い。じゃあ、ポケモンチーム、まあ、ジムリーダーはさっきで、ジムリーダーになった後でロケットダウンのボスになったってこと？おう、マジか。よっしゃ、ロケットダウン。潰さぜ。あ、マジで？おう、またどっかで会うことがあるんだろうか。まあ、結果、会えたことはないんだけど。違う。じゃあ、これ、さっきのところに戻る感じか。よっしゃ。
あ、もう勝ちましたけど、勝ちましたけど。あ、シンクまだ来てないのか。あ、理由それ、理由それ。おう、何が、あー、もう仕打ちを事実だったのや。おう、お、マジで、はあはあはあ、なるほど、これで勝者。まあ確かに。おう、あ、これが地味になった経緯か。あの帰ってきたけどどっか行っちゃって、新ジムリーダーがここにいるんですよ。はい、じゃあ課長回復させよっか。はい、回復してきました。じゃあ行きましょう。あ、それここ行ってないよな。はい、おじさん。ほう、あー、鬼火かな。あー、強い技だけど多分使わないな。なんで詳しいんだよ、いつの間にか持ってた技マシンなのに。お、どこ行ったんや。おう、あー、多分グリーンからもらったってことか。おう、行くぜ。どんぐらいのレベルになってるの、ビジョット。おう、でも4体、はいはいはい、50か、結構強い。まあ、ジム戦勝ち上がってきたって考えたら、まあ妥当か。じゃあギリギリエレキで、まあギリ落ちないけど巻き状態になる。あ、急所いうことか。どうしようかね。ワルワルゾーン、あ、違う、ワルワルゾーンで、あー、満タンの距離、マジか。まあ、だとじゃ、まあ、なおさら、我々ゾーンでよかったかもしれない。で、こっちこっちフロストで。あー、マジか、おぉ。お互いこのターン無駄にしたな。これで、状態、変化。やったね。ステータスの、あー、戻ったけど、背中気をまたされてしまう。じゃあ、次原稿してきたらいいかな。OK。はい。ラスレッシャーも変えましょう。じゃあ、ジム戦では活躍のなかったギャロップを使いたいと思います。じゃあ、手持ち4体なのを、それいいのか、ライバルそれでいいのか。なんか、4体縛り流行ってんのかな。こっち6匹使ってるの恥ずかしくなってきたわ。花びらの場合は半減だよ。タイプ相性分かってないのかな。あ、でもリフレクター貼ってたから。あ、でもリフレクター貼ってこれ半減でこれなんだ。ちょっと強えな。OK。てか性別と、あの、ポケモンとトレーナー性別が一致してね。ガラガラ変えましょう。じゃあまあ、ヤドランでいいかな。ガラガラ、まああの時のカラカラが進化してガラガラなのかな。シオンタウンのお母さんと行き別れてしまったあのカラカラ。暴れ、なんか
連続攻撃の後混乱の技結構使いがちやな。あーはいはいはい、次は暴れるだから、そうゴーストタイプがいればね引かせたんですけど、ゴーストタイプが敵いないんだよね。じゃラストは来週か。じゃあこっちはガラガラでいきましょう。じゃあ、どこにブームやん。よっしゃ。はい、これで終わりと。はい、しゃ、まあ手持ち4体しかおらんしな。おお、結構お兄ちゃん的な感じなんやな。おう、でもあと2匹増やしてこいよ。はいはいはい、ポッポに、ね、ポッポちゃうわ、鬼すずめね。はい、じゃあポケモンリーグ正面ゲート、はい、じゃあということで今回ここで終わりにしたいと思います。じゃあ次はポケモンリーグのなんだチャンピオンロード攻略やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしくチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイ。あ、高木になってるわ。